疲れ様です。イエーイ釣り子 TV です。ご無沙汰しております。ご無沙汰しております。はい、いつもありがとうございます。これはあ、いきなり持ってますね。はい、プラスブレードという商品なんですけど、はい、一応ジーニアスプロジェクト、4月発売のアイテムですね。これは何かと言いますと、まあ、要はまずスピナーベイトですけど、こうなるよ。あ、はいはいはい。で、まあ、スナップなんですけど、スナップを外してね、そうするとブレードが取れちゃう。これです。これ、はい。でスナップの、あ、じゃあ、まあ、何でも、まあ、これ今笠のスピナーベイトなんですけども、まあ、どこのメーカーでもついちゃう。でスナップで、そのスピナーベイトがスナップで止めれるなんて代物です。これ一応 0.6 ワイヤーなんで形が変えれます。一応パテントペンディングです、また、はい、で面白いからミノをつけちゃった。どういうか、ミノーバージョン、ミノーバージョンはミノの動きが死にますだからまあまあ面白いからつけちゃった。ローリング自体のそういう、あ、ローリングはいいかもしれないですね、はい。でこれが、まあ本体ステルススイマスのスイングウェイトですね。あ、多分相当これもいいんじゃないかと。アピール力いい、はい。であと、スイムジグ、これは横合いなので分かりますかね、スプリットリングを一度つけて、はい、そこに通します。でスナップでつけちゃう、はい、はい。そうなんですよ、一応4月発売、はい、ゴールドとシルバーで一応発売する予定なんですけども、はいはい、またよろしくお願いします。おいくら？900円で、サンプルが上がってきたら、釣り子さんが多分釣ってくれます。頑張ります、はい、頑張ります。僕らので釣ってやってください。続く。